ればどれだけの怒り悲しみを残してくだろう。それ聞いてこの星で自分の命と引き換えに星を守ろうとする奴がどれだけいるだろう。やめろよ。本当はこの星も誰かが作った偽物で金魚のように水槽で壊れてたとしてたまに来る雷や各地を荒らす地震でさえ実は飼い主がいたずらで遊んでるだけで考え出したら止まらないけどもしそうだとしたらまさに悪夢悪夢僕らの正常進化さえも癒しの一つでしかなくてこれじゃ何をしよう最終的なみんなの運命は去られてしまうだけ。